しようかな。どうしてだよ、好きにいらないのかよお前。いやーまあ欲しいっちゃ欲しいけど、ならやればいいのに。だって、大会続きで、体力が、あ、そういう話。あれ、そんな大会ラッシュだったっけ私たち。大会出るのが日課だったからそんなの気にしなくなっちゃった。慣れって怖いなマジで。これ見ろ、先週金曜から今日までの大会スケジュールだ。これが昨日だから。やっぱ、5日連続で大会あったってことじゃん。そうだよ、しかもこれアジアだけだから。海外サーバー入れたらもっとだよ。疲れてるのはわかるが、霊夢がいないと私。でも無理させるのは。ダメだ、今日は帰って休みまーす。待ってくれ霊夢。私のスキンゲットのチャンスが。フラン、なんかいい方法ないかな。いやー、そんなこと言われてもな。いや、待てよ。このスキン大会の紹介動画ってあったりするんかな。確か本人が出演してる動画があったような。よし、その動画を使おう。行くぞマリサ、準備だ。ちょ待てって。ふう、帰ってきたぜ。危うく休めずに大会へ出るところだった。危ない。よし、ちょっと動画でも見て寝るか。なんだ、この動画、こんなの調べたっけ。まあ見てみるか。みなさんこんにちは、ニックエイザーDです。これが私の、フォートナイトスキンです。あ、この人、スキン大会の元になった人か。このスキンを使うと、めっちゃ頭が良くなります。マジ？ついでに可愛くなり、しかもお金持ちになるので、絶対に大会に参加して、このスキンをゲットするんやで。こんなの初耳だぞ。まずい、こうしちゃいられん。すぐにマリサに連絡しないと。マリサー、やっぱ大会出るよー。まさかあんな嘘字幕で騙されるとはな。霊夢が英語得意じゃなくてよかったね。それ以前に普通信じないけどね。でもマリサ、これで大会出れるぞ。そうだな、出るからには絶対スキン取るぜ。てなわけで霊夢探して大会レッツだもん。てかあいつどこ行ったんだろ。いやっほーい。改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と、フランです。あらです。マリサだぜ。ということで今回は、スキーゲット目指して、ニックエイザーDアイコン獲得に出場していきまーす。ついに来ましたね、今シーズンのスキー大会。あれ霊夢、教室では今日出ないって言ってたけど。結局出ることになったんだな。よかったよ、ありがとう。だってね、このスキーゲットしたら賢くなって可愛くもなってお金持ちになれるんだよ。やばいフラン、思ったより信じちゃってる。いいんじゃない、やる気ありそうだし。何こそこそ話してるの。いやすまん、やる気ありそうでよかったって話してた。そういうことか、それはマジだよ、めちゃ頑張る。シャドウフリーみたいなので今のうちに大会の詳細を話しちゃいますね。スキン獲得条件は。待って、なんか敵さんいた。マジですか。大丈夫かマリサ、今言ってるけど。いや待て、この敵さん。一点当てたら倒せたぜ。いやマジかよ。多分グレイシャーから逃げてきた敵さんだな。そういうことね。じゃあ上に敵さんいるってわけだ。一旦ここから離れますかね。ああ、ある程度漁ったし、大丈夫だろう。この家だけでも漁って別の場所へ移動。怖っ、やっぱ撃ってきた。読み通りすぎやんけ。じゃあタンクだけ割って。ニトロ使って爆逃げじゃあ。痛みないな。まあまあ、まだこの大会の説明もできてなかったからな。いやそれが理由じゃないだろ絶対。じゃ、逃げれそうなので説明しちゃいますね。この大会のスキンゲット条件は、総合でトップ250に入ることです。結構狭きもんだな。ポイント制度はビクロイでマックス65ポイント、1キル1ポイントになります。1キル1ポイントマジか、普段は2ポイントなのに。じゃあこの大会、順位ポイント系だな。なんですけど、合計して30キルしたら別で妹が手に入るっていうのもあるので。ああ、これを狙ってキルしまくってる敵さんもいるかもだな。まあ合計30キルなら普通に10マッチ回せばいけそうだし。私たちは無理してキルしなくていいな。逆にそれを逆手に取って生存しよう。予測塔も空いてたし、これ取って安全に移動していきますか。霊夢たちって予測塔取ったマッチ生存率すごい高いんだよな。めちゃフル活用するからね。これの強さに気づいてない人多いですよね。どう考えても強いのにな。たまに取られてない時あるし。霊夢待って、出てさんいたかも。マジ？予測塔のところ、確かに見えたんだよな。マジか、でもバレてないなら奇襲のチャンス。ああ、ゆっくり行こう。まだ動きがないな。霊夢、ここから一気にガン詰めで行こう。了解、これぞ奇襲だ。ニトロも使って一気に。って、あれ？ごめんもういなかったわ。拍子抜けで草。まあまあ、いない方がいいんだけどね。レンガ置いたからタワー立てといてくれ。オッケー任せろ、その間にレンガ回収頼む。マリサタワー。今回小さめだな。まあ出かけりゃいいってもんでもないからな。予測塔が取れれば何でもいいのよ。二人とも降りちゃってますし。オッケー、ボット制圧。これは取れそうだな、キーサスの頼むわ。オッケー、一丁上がりー。ナイス、これで一気に。え？やった、敵さんだ。マジか待たれてたのかよ。おいどうするんだよこれ。もう戦うしかないような。いや待て、戦えば勝つか負けるかの二択。負けた時予測塔ごと失うし、勝っても1キル1ポイント。ここは、先の勝利を見据えて。逃走劇開始。あの場面から逃げるんですか。ああ、第一段階としてまずは逃げ切れるか試す。マリサがシールド割られた。これは追ってくるか。うわー、私も割られた。やっぱ追ってくるか。
レッグレス降りてた敵さんだし、相当強気だろうね。しゃあない、そしたら第2段階。二手に分かれず、どっちかだけでも生き残る。ここでそんな大掛けに出るの。いぜい、敵さん私の方してるわ。了解、そしたら霊夢は資材使いまくってなるべく時間稼いでくれ。オッケー、だいぶマリサと距離離した。後で回収頼むぞー。序盤からクライマックスすぎだろ。オッケー、作戦通りアンチ外でなんとか耐えてるぜ。ナイスだマリサ、このまま耐えて、後で私のカード回収してくれ。あれ、ちょっと待ってください。メダリオン余ってるやんけ。これはラッキーな予想外。これも早ここまで来た方が物資良くなった説まであるくね。うん、全然ある。おい、あと50秒だぞ、カード回収間に合うのか。大丈夫、これ使えば余裕だ。レッツゴー。やっぱ、飛びすぎだろそれ。そしてうまく場にホップすることで勢いを殺さずに移動できる、画期的すぎだろ。はい、ってな感じで間に合ったぜ。心配ご無用だったわ。私しかー。よし、ここから巻き返すぞ。回復と資材集めながらアンチ内へゴーだ。オッケー、武器一丁だけど難なくアンチ内へ入れたぞ。スプラッシュがあるのめちゃいいな。今ニトロフツとか出ないみたいだからね。だから今の移動アイテムはスプラッシュが主軸になってんだよね。うわ、そうだ、次のアンチに木山だったわ。やばいな、結構な距離移動が必要になりそうだね。移動中は強気に行くぞ。少年の敵さん一人っぽい。了解、炎のスプラッシュ使いましょう。あそこだ、少年、シールド割れてるぜ。白銃さん、中距離でも削れるぞ。マジもうちょいだわ、とどめを。オッケー倒したぞー。ナイス、いいリフレッシュになったな。タグ武器も手に入ったし、マジでいい感じ。途中までアンチ外にいたとは思えないほど回復しましたね。いやマジそれな。霊夢、次のアンチまであと少しだ、気張っていくぞ。あー、でも今ブームボルト撃たれたわ。ドマ、ドワー。大丈夫か霊夢。やばすぎ、ブームボルト直で当てられちゃったよ。この感じ、弾無限のメダリオン持ってる敵さんだ。絶対だー。今回逃げてる映像よく見ますね。いいんだよ、霊夢掘れ、回復メダリオンだ。そうだ、これがあったんだった。いいね、これがあれば被弾も怖くな。むむ、やばい、敵さん捨てる。スプラッシュ使って追い返すぞ。オッケー了解、突撃。待って、吹っ飛ばなかった。もう一丁。オッケー、吹っ飛ばしたけど裏の敵さんに撃たれた。その敵さんあった、なんとか耐えて。耐えてる、てかこの敵さん。うお、裏から撃たれてやられてる。危ねえ、助かったー。今のはかなりピンチでしたね。うまくしのげてよかったよ。そしてこの次はもう終盤。メダリオンがあるから体力も回復できる。準備は万全ですね。それでは運命の終盤へ。レッツラゴー。よし、回復できたみたいだな。移動の準備は OK か？ああ、いけるよ。作戦はどうする？ここで一旦勝負する。手前が崖で一番高い。ということは、目指すはハイムラ、こっちだレイム。おーおー、一気に行くのかも。ああ、だがそんなリスクじゃないはず。ここだ、この上からだ。ぴったり後ろいるよ。ナイス合流、アンチ入ったぜ。そして今ハイムラ。マジか、一瞬だったな。うっだけ気づいてなかったよ。さすがすぎるマリサ。へへ、しかも次のアンチも。うお、めちゃ進めやすいアンチ。ちょうど崖が重なってる。そんなに段上げなくても十分高さ保ててるぜ。オッケー、そしたら一旦私進めるわ。ああ、最初はガチガチでいいぞ。下と繋げれそうなら繋げてほしい。了解、登ってきそうな敵さん警戒しながら行くわ。オッケー、一応繋げたけど、思ったよりセカンドハイが高いな。ワンチャン崩してくるかも。了解、一応補強しながら行くけど。ああ、撃たれてます。うわあ、どうしようマリサ。うろたえるな、崩されるのは想定してたはず。まだ植木一致してるよ。戻ってこれる？ああ、戻ってきたよ。ナイス、そしたらここはもう崩される覚悟で先端まで一致しかないな。リフかけるよ、私が一気に一枚ずつで進めるからついてきて。了解、頼むわ。行くぞ、こっちだ。うおお、崖の進行じゃー。お、こんな技があったとは。崩されても先端維持できてるから最悪大丈夫ってことだな。そして落下対策で常に水状態を維持する。アンチはさっきからずっと進み、ぶっちゃけ下の敵さんも移動でしんどいから上見てる余裕ないはず。豪快に見えますけどちゃんとした戦略ですね。読み通りだ、全然崩されない。下の人数がだいぶ減ってるっていうのもあるな。よし、ここは、霊夢に硬い資材託すわ。私降りてさらに圧かけてくる。強すぎない？大丈夫だ、無理はしない。霊夢は上をキープしててくれ。よしよし、なんとか上はキープしてるけど、硬い資材は終わっちゃった。大丈夫だ、ここまで来ればもう。おわ、ブームボルト？マジか、まだ下に。弾無限メダリオン持ちが生き残ってますねこれ。ドドドドどうしよう、キープしてるけど補強でもう資材が。大丈夫だ、下の敵さん撃ちまくってる。もう降りてきていいぜ、回復耐久始めた敵さんも多い。マジやん、全然アンチ内に敵さんいない。もう自利品な敵さんだらけだ、いけるでこれ。私も降りた、撃てるよ。もう敵さん全員アンチ外だ。ワンチャン戻ってくるかもです。一人残ってる。終わった。よし決めるぞ。とどめだー。よっしゃー。
激動したぞ。終盤の作戦、完璧だったな。途中までこのマッチ、アンチ外で耐久してたのに、まさかあの状況から勝つとはな。今165ポイント、予想スキンゲットボーダーは約270。ということは、あと1回ビクロイ、だな。ああ、それでほぼ確定でスキンはもらえるだろう。あの激戦をもう一度か。頑張ってください、スキンゲットは見えてきてますよ。いやっほーい。さあ、行くぞマリサ。現在193ポイント。あれから少しポイント伸ばしたけど、決め手が足らない状況だぜ。ちょっと追い込まれてるって感じだな。まだいける、このマッチで伸ばせれば。ああ、最後まで絶対諦めないぜ。オッケー、初動はフリーだったね。ああ、だが予測塔を狙って近くに降りてる鉄さんがなんか書いたぜ。了解、じゃあ要警戒だな。早めに漁って、予測塔を占拠しちゃおう。よし、じゃああとは予測塔に。待てレイム、鉄さん来てるわ。おいマジかよ。奇襲して一気にやれるかも。一瞬そっちに意識向けれる？了解、近づいて圧かけてるよ。ナイス、行くぜ。おらー、よし、引っ込み方エグ。あと一人だけだ。よし、やれそうだぞ。とどめのショットガン。ナイス、迎撃大成功。ふう、これで予測塔を取るのがだいぶ楽になったな。あー、だが油断はできない。最速で取っちゃおう。マリサタワー。あれ痛いだけでしょ。てかレイムさん立ててたので、どちらかというとレイムタワーでは？うるさい、細かいことはいいんだよ。なんでもありですか。オッケー、無事カードキーさせたぞ。ナイス、これで有利になれたな。さっきはこの後襲撃されてアンチ外へ逃げたけど、今回はどうする？ぶっちゃけアンチ外で耐えるの結構強かったんだよな。それなら今回は、あえてアンチ外出てから移動するぞ。マジですか。でも今回二人ともそんな回復持ってないぞ。大丈夫だ、そこも作戦がある。一旦ここで傷使って、一気に移動じゃあ。やばすぎ飛びすぎだってマリサ。しかもアンチ内戻ってきたし、便利すぎますそれ。そんでサボテンで回復して、アンチ外へ出て、ぶっ飛び。何この新しい立ち回り。でもこれならより安全に移動できるだろ。確かに、それは間違いない。だろ、結構使えるんだぜこれ。でも、ここまでしてマップの反対側まで移動した理由は何ですか？へへ、それはただ一つだぜ。いや、そこまでして釣りかーい。やっぱ平和が一番だからな。それが目的？まあ、次のアンチにも入ってるし、のんびりここで釣りしてても。え？待って、やばいかもこれ。うわ、来てる。逃げるぞレイム。いやー、襲撃だー。全然平和じゃねー。逃げろレイム、私が引きつけてる。マリサー。私は大丈夫、アンチ外まで逃げれた。どこかで落ち合おう、それまでお互い生き延びるんだ。了解、絶対また合流だぞ。じゃあ、奇跡の合流をするまで、ちょっとの時間だけど。質問多いなー。二人が落ち合うまでの間、YouTube のコメント返信をしていくぜ。回答はうつ主のやわらが担当するよ。今回は短めかな。それでスタート。投稿頻度は変えてないんですか？変えてないよ。定期的に最近更新頻度高いですねってくるんよね。一体何なんだ。もうここ1年はずっと週3投稿だよな。それより前は週2投稿でしたけどね。今後も週3投稿を続ける予定だよ。でも今シーズンはほぼ毎日大会あるから、しんどいっちゃしんどいよね。だから皆さん、応援お願いしますね。動画を最初から最後まで見てくれると嬉しいぜ。なんでこんな上手い人たちと大会できるんですか？ねー、これは2パターンあって、昔からの知り合いが今超強くなってるパターンが1つ。これめちゃ多いんだよな。やっぱやわらの知り合いはフォトナが心底好きな人たちばかりだから、長い間続けて自然と強くなっていくんですよね。もう1つは新しく声かけてくれるパターンだね。これは YouTube 活動の賜物だよ。やっぱ知名度は大事だよね。ブラファ言ってる人とかに動画よく見てますって言われることもあるしな。ありがたい話だぜ。あんな出会いにも感謝を忘れてないよ。みんないい人で本当にありがたい。これラスト。見バレしたりしないんですか？これはね、マジでしない。そもそもリア友でフォトナしてる人いないから、 ID 見られてもわかんないし、活動してることも伝えてる人か見られてるから、リアルのやわらさんを知ってる人はほぼいないですね。それでいいんだけど、なんか悲しいセリフだ。でもよく見バレしてやりにくくなって引退したみたいな人も多いから、全然今の状況でいいのかもね。みんなネットでの活動は慎重にだぞ。ということで今回はここまで。皆さんいつも質問ありがとうございます。動画ごとに別の質問して OK だから、じゃんじゃんコメントしてくれよな。というわけで大会に戻るぞ。そろそろ合流したいけど。こっちだレイム、私生きてる。おーマジやんけ。自利品だけどな、もう死罪霊だよ私。いや生きてるだけですごいよ。お互い生き残れてるの奇跡だし普通に。ほい、取りま死罪と回復。ナイス、助かったわ。それにしてもほんとギリギリですね。瞬間移動が使えるアンチだから、ここの移動はなんとかなりそうだけど、問題はこの次からだな。まあ、このマッチは少しでもポイント稼げたら満足って感じか。いやいや、何言ってんだよフラン。いつだって勝利を目指す。見てて、打開してみせるから。いつだってポジティブなのは変わらないですねほんと。
オッケー、次の次の瞬間移動アンチだ。よし、そしたら水と瞬間移動の最低限でやっていくぞ。ああ、ついてこいよ。あたぼうよ。レッツゴー。先端取れた、こっち。今行ってる。やばすぎ、周りの敵さんもこぞって瞬間移動。このアンチのいいところは生き延びやすいところですけど、裏を返せば人数が残る。自然と終盤のレベルは高くなるんだよな。だが私たちにとってチャンスでしかない。こっちだレイム。向かってるよ。かなり段上がったね。さらに上げるわ。ここ来て。オッケー、ちょ待って。ドワー。大丈夫かレイム。ごめん、詰まっちゃった。大丈夫だ、生きてるだけいい。ここからどうにでもなる。そうは見えないけどな。視聴者の皆さんも諦めてますよ。大丈夫だって、絶対巻き返す。ふう、そろそろ最終奥義使うしかないな。最終奥義、追い込まれたからこそできる。排水の陣の突撃。行くぜ、ニトロスプラッシュ。走り回るぞ。おらー、ちょちょ危険すぎます。それを承知でやるんだ。私たちに失うものはもう何もない。突撃、ダッフル、そして逃げる。いや暴走しすぎだろ。え待って、鉄板ダウンしてる。いいぞ、カッキルして物資を。やばい、メダリオン持ちだ。おい嘘だろ。ふう、一個取れなかったけど回復のメダリオンと資材回収した。ナイス、デカすぎるでそれ。レイムさん、今なら合流できますよ。よし、瞬間移動で。オッケー、マリサのとこまで来れた。ナイス、だが依然とピンチだ。またあれかますぞ。ニトロスプラッシュ。おー、力が湧いてくるでー。ところ構わず突っ込め。敵さんを逃がせばこっちのもんだ。よし、いい感じだぞ。敵さん全然攻めてこな。うわ、撃ってきた。合流だ、もう一発かますぜ。マリサ、下まで来たよ。ニトロスプラッシュ。よっしゃ、行くぜー。まずは正面だ。わー、飛ばされた。まだだ、まだいけるぜ。ここに全てをかけるわ。ほらー、ガードなんかさせねー。よし、1キル、2キル、危ないレイム。ほらー、3キル。エグすぎだろ、今の。残る敵さん3人です。ダメだ、私もう体力ないからもう。うわー、ごめんマリサ。大丈夫、その敵さん倒した。ナイス、ラスト上の敵さんと。もう1人倒した。ラスト 1v1 だぞ。上の敵さんか、任せろ、絶対勝ってやる。ひどい、回復もまだあるぞ。純粋な 1v1。ここ一番の集中で行くわ。ぐぅ、敵さん上取ってくるんだよな。うおぉ、危ねえ。大丈夫だ、まだいけるぞ。でもまずい、もう資材がない。あと20秒でアンチ飛びます。敵さんに値引き持たれてたらしんどいな。やばいぞマリサ。ああ、覚悟を決めていくしかないな。この一瞬にかける。おらぁ。うおぉ、マリサやばすぎー。まさか勝てるとはな。今の神マッチすぎだろ。あの状況から勝てるんですね。正直無理かと思ってました。やっぱ諦めないことは大事だぞ。てかあれ、まだもう1マッチいけるなこれ。動画の尺的に映せないから。最終結果、見ちゃいますか。頼む、250位以内なラッキーゲット。それじゃあ行きますよ。結果発表。え？ドワー、24位だと。ラストマッチも3位取って、めちゃポイント伸ばせたからな。後半うまくいきすぎだろ今回。ということで当然、250位以内なので。やったー、スキンゲットだー。無事に手に入ってよかったぜ。今回はスキンゲットもすごいけど、個人的には24位っていうのがマジで嬉しい。確かに建築ありのスキン大会で、ここまで上位取れたの初めてだもんな。というわけで皆さん、私たちは今でも成長を続けてるので、今後も、私たちの活躍を、ぜひ、見守っててくれよな。高評価とコメントも嬉しいぞ。先生、手に入れたスキンを使って、頭良くなって可愛く。あ、ごめん、それなんだけど。何？マリサ。あの動画、私たちで作った偽物だ。まあ、いつか。